どうも皆さん、おじゃすってことで、邪神と申します。さあ、今回なんですけども、誠にね、遅ればせながら、この古代の古道、DLC ですねの、目玉となるものをね、入手可能となりました。それが、こちらですね。はい、この秘密のプロジェクト、もうハテナの獲得のところにですね、マスターバイクがね、映ってると。もうゼルダの新しい武器であるマスターバイクをね、入手することができるんで、じゃあ早速ね、行きましょうか。楽勝です。行きましょう。さあ、このゼルダの武器なんですけど、はい、古い文献に記述のある勇者のための神獣を模して王立古代研究所が開発した搭乗型の武器、本人たちの希望でゼルダ姫が登場すると。古い文献が見つかってそれを模したっていう感じなんで、あれですね、ブレワイの、マスターバイクとはちょっと仕様が違うというか、勝手が違うっていう感じでしょうか。でゼルダ姫がね、乗りたいと言って、乗るわけなんですけども、ゼルダ、強いかもしれないんだけど、あんまりこう使いこなせてないんですよね。なので、今回このマスターバイクを使いこなしてね、なんかできたらなと思うんですけど。お、火力上がるね。使うことないと思うから、いいや、使っちゃおう。お、もう一個いける。え？なんか、また新たになんか作れるぞ、これ。マスターバイク回5。回5だって。これいいっすか？自分。多分フレイルと同じ感じで、特殊な攻撃が違う的な感じかな。走行の安定性と搭乗者の安全を向上させた試作品。そうだよな。一国の姫がね、戦場に立つながら、安全は考慮しないといけないよな。で、これが、マスターバイクで敵を戦隊撃破。なるほど。ちょっとね、ゼルダ姫ね、使っていきたいっていう気持ちが、あるから、マスターバイク、ちょっとね、頑張ろうかなと思うんですよ。で、こんな感じで、いろいろ出てますね。まずはコンボだな。で、またコンボ。この時のために俺は素材を貯めてた。今なんて言った？で、ワンモア。やりました。じゃあまずはトレーニングで見ますか。ゼルダのこのバイクの神髄を。コスチューム。うお、すげえ。見てこれ。めっちゃなんかごっついんだけど、このバイク。しかもなんか盾みたいなのついてるし。いい、やっぱいいね、この、ゼルダのこの英傑の服。これは普通な感じか。でも見た感じでも、こっちの方がかっこよくない？この、貝の方が。火力も同じだし、ちょっとこれで、一回行ってみようか。さあ行きましょう。うおー、すげえ。これ、ちょっと待って。なんか結構さ、小回り効かないから難しいんだけど、これ。ZR を押してる間、ブースト状態。おおー、これでなんか攻撃できるのかな？これマジ小回り効かなすぎて無理だ。ブーストしすぎるとオーバーヒート。左上のメーターかな、あれを見て判断しろって感じか。コンボ自体は変わんないのか。武器変えられる？あ、変えられるわ。あ、でもこっちの方がなんか小回り効くっぽさはあるけど、なんか早いな。すげえ早いわ。じゃ、まずちょっと、ごめん、ちょっと先にこっち使わせて。ちょ、待って、これ、むず。あ、これ取れないな、これ。ちょっと待って、これ、マジで小回り効かない。え？これ回避か。オッケー。これはいはい、これが通常の5連 Y か。やべえ、無理だこれ。これ234。おーおーおー、あ、これでもシールド削りあんじゃん、これ3は。おお、ドリル。これマジでなんか難しいわ。1、2。これが2か。待ってね。1で、1回は。なんだこれ。ちょっと待って、わかんない。なんか出てきた。なんか登ったわ。あ、いいね、この動き。1、2、3。おお。これ広範囲攻撃だね。で、ラッシュ。おお、よし。で、スマッシュ行こう。ぐるぐる回って、突撃と。なんか、すごいな。その小回りをもっとこの段階でちょっとしてほしいんだけどね。で、ちょっと必殺技いってみるか。はい。え？チャージして。いや、これ神獣の方のバイクよりも全然強いんですが、気のせい。これを作った方が良かったんじゃないか。
100年後はちょっとバイク変えてみるか。多分同じだと思うんだけど、何が変わるんだっけ。走行の安定性って言うけどさ、安定性あるかも。あ、でも確かになんか遅いから逆にこう困りは効くかもしれないね。こっちの方が使いやすいかもしれない。なんかちょっと遅さを感じるね。2、3、4。あ、ほらいいね、この攻撃スキルで。だいたいあのコンボ遅い方が強かったりするから。あ、強い。あ、なんか違くね。同じか。なんかちょっと今違かった。でも必殺技も同じだと思うんだけど、ね、あ、ほら、いや、これビームでしょ。あ、ビヨーンと。あ、これ真珠のレーザーをもあれだね、あれしてんだね。オマージュというか、まあ、ちょっとちっちゃいけどこれでも真珠ビーム打ってますぜっていう感じでしょうか。あ、これやっぱシードこれ削り確定だわ。強え。はあ、ちょっと面白いね。これ、じゃあ次はね、やっぱ実戦でやんないと意味がないんで、行きましょうか。はい、行きました。EX、ゼルダの特訓マスターバイク。ここで、まあ、この進化を問おうかなと、進化をね、問おうかなと思います。で使っていくのは、まあ、もちろんこの貝の方ですね。多分みんなもこっちの方が強いって思うんじゃないかな。で、このマスターバイク、あの衣装変わったと思うんだけど、その理由が今分かったんだけど、あの白い服、あの巫女姿の服だと、まあ、スカートじゃないですか、ゼルダ姫だ。スカートでバイク乗るのはちょっとあれかなっていう多分あの制作側としての配慮なんだろうな。で、普通にダメなのかな、あのなんか教育上というか、スカートでバイクに乗っちゃダメですよっていう法律があるのかもしれない。そこら辺分かんないけど、はい、多分そういう背景があるんでしょうね。それかなんかそういう性的なあれがあるのかもしれない。あ、そういえば俺 ZR 使ってないの。 ZR どう。あ、やっぱりこんな感じか。あ、これ結構雑魚相当にはいいと思うけど、火力どうなんだろう。とりあえずちょっと全然攻撃当たんね。ちょっと待って、 OKOK 攻撃当てづらいな。とりあえずあの1000体倒すっていう目標がある以上、これの雑魚敵もちゃんと倒していきたい。ただ攻撃の当てづらさはもう天下一品よこれ。ゼルダの装備は全てなんか癖があって難しいね。なんか ZR でさ、方向変えてさ、こうやるのがいいんじゃない。ほら、ちょっとこう狙い定まないなときにこうやって向き変えて殴るっていう。あ、これ正解見えたかもしれない。これマスターバイクの深淵を見たかもしれないわ。こうやってほら方向転換簡単でしょ。こういう雑魚はもうこうやって倒すと。あ、いいねいいね、慣れれば強いかもしれない。ちょっとあの、あ、こういう時にほらこういう小回りがあの効かせたい時に ZR を押してあれするのが最強。いけー、いた、待って、弓矢にはかなわないか。安全性があるのかな、本当に。わかんない。どこら辺が、どこら辺、何をもって安全性があるって、ちょっと待って。あ、OK、OK。振り向いた。振り向きがやっぱ厳しい。夢の国行こう。2、3。夢の国ですね。なんかちょっと、少女漫画出てきそうな感じの。少女漫画出てきそうなこの攻撃。メルヘンチック。メルヘンチック。起きた。使っていこう。早速通すよ、俺は。股間にぶちまけていく。あ、削りきれないか。うん、なんか来てる。ほら、うえ、削れていく。そして、あれ、削れてない。ちょっと待って。あ、なんか倒れるとこうなんだ。なんでこれ倒れるとこうなんだ。待って、リタロー。1、2、3、4で、ぐるぐる回っていただいて。倒したか。これなんかですね、なんかね、X を押すとこうなったわ。ここで、なんか、シールドみたいな。シールドバッシュみたいな。ほら。で、ラッシュを決めて、終わりか。これでもう終わりかな。さあ行け。激突。おぉ。なるほどね。これなんかもう一個ありそうだよな。このマスターバイクの上みたいなやつが。それもちょっと、試してみたいな。はい、戻ってきました。なんか、ミッション追加あるかな？ないか。マジか。ないのか。ちょっとね、これ1000体撃破したら、なんかこの先に、新たなマスターバイクのあれがあるんじゃないかと思うから、行ってみますわ。はい。ちょっとあの1000体買ってくるんで、少々お待ちください。さあ、あの1000体買ってきました。ここでね、解放して、まあ、やっていきたいなと思うんですけども、どうなんだろうな。さあ、光ってますね。
これを、まあ、強化と。その先に何があるのか。光ってるね。これは来た、やっぱりな。マスターバイク界。エイです。エイを、まあ、解放していくと。これがどうなんだろうな。より攻撃的な形状の外装を備えた試作品。ほうほうほう。まあ、多分、何かが変わるんでしょう。わかんないけど。で、最後も光ってると。これは？ああ、マスターバイクで15回回避ジャストする。で、ちょっとこの、試作品 A もちょっと、試しがてら、なんかちょっとダンジョン潜ってみるか。じゃあちょっとまた、この、あれ行ってくるか。マスターバイクの特訓のやつ。で、5じゃなくて、この A、これを使ってきます。外装は？お、すげえ。めっちゃ痛そう。何これ。しかもなんか背びれみたいなのついてるし。へえ。まあ、これは攻撃に特化してるね。これで行こうじゃ。さあ行こう。何が変わってんの？あ！ねえこれ。発射。なんか X が変わってる。これが変わってるってことなのかな？守りのやつ。あれはね、X 単発だと、なんか、こう、バリアが張られてるみたいな、そういう感じだったんだけど、これはレーザーとかなんか、なるほどね。ただ俺あんまり X を単発で撃つことないから、なんとも言えんの。で、動きはね、普通、まあ、通常と変わんねえか。で、一つね、気づいたことがあって、これ ZR 押したままこうやって攻撃するとなんか早いのかわかんないけど、火力が上がってるような気がするけど、これはどうなんですかね。こういう使い方するんでしょうね。それで、ずっと長押ししながら殴っていくっていう。これが多分、このゼルダに求められたムーブだと思う。これなんか、わかる？今ずっと押したんだけど、加速したでしょ？ 1、2、3、4で、ほら、1、2、3、4。擬似的な攻撃速度アップだよね、これ。これ、この武器に攻撃速度アップ、つけたら、もっと速くなるんだろうな。こういう細かいところの小回りが難しい。こういうところ。よし。門に入るのが厳しい。これ使ったことある人にしかわかんないと思うけど。結構こういう門がね、厳しいんだよ。今までにない動きしてるから。え？何これ？あ、そうだ。コンボがね、入ったんだよ。1、2、3、5、5からの X。これちょっと使っていきたいな。1、2、3、4、5で、これか。空中攻撃ですね。これ面白い。多分これ絶対確定で、シールド削ってくれると思うんだよ。回避ジャスト15回入れなきゃいけないっていうあれがあったから、それもちょっとやりたいな。あれ？入ったよね、絶対。ちょっと待って。こういう時に限ってね。あ、待って。一匹ハマってんだけど。これナイスだな。OK。一発入れて、なんか、解除したいね。なんだ今の。ちょっとこれスキップしよう。これをさすがに見せる度胸はねえわ。さあ、大体多分15回ぐらいやったと思うから、見せるか。あの技を。1、2、3、4、5。どう？おー、いいね。削って、スマッシュ。さあ、これで、突進と。まあ、多分ね、フレイルと同じで、X 単発攻撃の仕様が変わるっていうだけだと思いますね。多分だけど、移動速度とかも、最初なんか変わってるとか言ったけど、多分そんな変わってないと思う。俺のなんか勘違いだと思う。OK、15回達成した。さあ、これで、マスターバイクも、最高まで、強化できますね。さあ、戻ってきて、まあ、追加はなしと。で、最後の強化行って、今日はおるか。よく来たな。これですね。OK、使う。おめでとう。よし。これで終わりか。じゃあ、ま、そんな感じで、今回はね、このマスターバイク、この DLC の目玉武器を使ってきましたと。まあ、今後使うかどうかは、まあ、さておきと。まあ、フレイルと同じように、まあ、今後使うかどうかはさておき、まあ面白い武器だったんで、ね、皆さんもぜひ、まあ、DLC 買って使ってみてください。それじゃあ皆さん、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。